まずですね、我が家は賃貸なの で賃貸も家具付きというスタイルの賃貸のお家なので、例えばこのソファーとかこのコーヒーテーブルとかももともとあった家具なのです。なので海外からお引っ越ししてきたりすると、最初に家具をいっぱい買わないと大変っていう人にはすごくありがたいんですけど、まあ、ただその分こう自分の好きな家具は買えないので、そこが難しいところです。でこのソファーはこの下のところを引き出すとピロ、ここね、この大きいダブルベッドぐらいになる、これはなのでソファーベッドってやつですね。なのでお友達が来た時とかはここをビーンと開けてここで寝てもらうと、まあ、そんな感じで賃貸なのでソファーが汚れないようにカバーをしていて、でこれもあまりすごい素敵なわけじゃないけれど汚れないようにカバーを最近しています。あとクッションが見たいっていうお話をたくさんいただいたので、まずこれはあんまり可愛くないので、これは寝るとき用、これはあんまり寝たりしないようにしています。でこれとこれとこの6個は全て同じマデュラ、これマデュラっていうブランドで買いました。なぜマデュラかというとですね、マドレーヌにあるお店が閉店セールをしてて、たまたま通りがかったのですが、みんなグワーって買ってて、私も買わなくちゃと思ってわしわしと買ったというクッションたちであります。このクッションは確か大昔にスペインに出張で行った時になんか可愛くて買って帰ってきたやつで、それを日本で使っていたけれど持ってきました。はい。でこれなんだろうっていう感じですけど、これはここの背中のとこに当てるなんか腰のクッションで、これは京都に取材に行った時に、可愛くて買いました。マミコ腰痛持ちだからね。そうなの、これすごいじわーってきてすごく気持ちいいんですね。でこのクッションはギャラリーラファイエットのメゾン感で、この色が気に入って買いました。これねそんな安くなかったけど、でもこの色味がすごい可愛いから気に入っています。で、まあ、これはそのなんでどうでもいいクッションで、この2つはもともとハワイかなんかのブランドで、このすごいふわふわの感じが当時はまだ新しくて、でこれ結構高かったけど欲しくて買ったというクッションカバーであります。でこれとこれはなんで日本で使っていたのをまたやっぱり持ってきたと。でもともとはこのソファーは窓にぴったり寄せていたのですが、お友達のフランス人なんだけれど風水カウンセラーをしているお友達にうちの風水を見てもらったら、ソファーはこうセンターに お部屋のセンターにした方が良いっていうことだったので、センターに移動させて、で両脇に本を配置してあるという形にしました。でこっち側は特にこの角に明かりがあるといいよっていうことだったので、このちょっと、まあ、ちっちゃくてもとにかく明かりということだったので、このライトをこの上に乗せて使ってます。でこれが猫タワー、猫は大変これの上に乗るのが好きです。ね、はい、これは猫です。
で、それからこの辺りはいろいろ買い集めた絵です。これもこれとその向こうの絵は私が昔ブロカントで買った絵を額装にしてもらったもの。これも額はブロカントで買ったもので、この絵は夫がすごく気に入ってブロカントでまた買ったもの。これは、アーティストさんの作品だよと言って夫が誕生日プレゼントにくれたものであります。でも2人のうちのものなのになぜ私のプレゼントなのかなと思いました。とても素敵だなって思ったんだよ。素敵だなって思って本当にいいなって思って買ったんだよ。結構たくさんだね。で、この2つは夫の作品であります。で、こちらの壁にはこのブロカントで買った棚を取り付けてあります。これは2つあるのをこうちょうど交互に配置した感じです。例えばこれとかも私が昔、買ったシルバーの、ポットなんだけれど、本当は普通に使おうと思って買ったんだけれども、どうしてもよいしょ、中がこれ上にね、こんな実があったりして可愛いんです。でも中がなんかいまいちどうしてもあんま綺麗にならないなと思って、最近は飾っている。おかげですっかり黒いからまた磨かないといかん。あとはいろいろ買い集めたこの辺とかは昔ニューヨークに行った時の、ジョナサン・アドラーの作品であります。まあ一輪挿し。あとこれは私のマミコの実は3なのでラッキーナンバーということで3で、これなんかは私のお友達の旦那さんが彫刻家なので彼が作った作品です。これはね、これはあそこですね、唐津に行った時に買ったちっちゃい小物入れ。あとこれもブロカントで買った望遠鏡。これ本当にちゃんと使えて、こうよく外を覗いています。結構見える。あ、見える見える。長い、はい。で、これはこれもブロカントで買ったこのハンジっていうアルザスのアーティストだった人の絵が可愛くて気に入って買ったもの。あとこれも、これはまだ私がロンドンに住んでた時にパリに来てブロカントで買ったグラスだけど、なんかちっちゃすぎて結局あっという間に飲んじゃうから飾りになっています。で、これもブロカントで買った缶。こっちではこういう古い缶も結構なんか人気があるらしくて買ってみた。あ、いいでしょ。かわいい。はい。で、この辺はまあ日本から持ってきたんでしょ。このウサギも日本から、ウサギじゃない、リスか。これはね、名前忘れちゃったけど、どっかで買ったやつ。で、これはスウェーデンに行った時に、すごい入れ物で可愛い、軽いの、それもなんか。だから買ってみた、小物入れ。今、なんだっけ、紐が入ってる。よ、ちょっとアラビアンナイト風でしょ。スウェーデンで買ったけど。で、これは、ロンドンに住んでいた時にお友達と旅行に行って、その先行った先で見たギャラリーで可愛くて買ったもの。7個分のうちの3個目のやつ。ちっちゃいけど可愛いでしょ。で、これはよいしょ、バンブのノミナイズで買ったもの。これよく見ると見にくいけど、ここに手書きの絵が、絵っていうかデザインがあって、これがすごい可愛いなと思って買いました。これはなんかインテリアショップで、あ、一輪挿し可愛いと思ったら穴が開いてたから一輪挿しじゃなかったっていう。
でもなんか可愛いから飾っています。でこの辺のものは別に古くはないんだけれど、これは鳥の顔があって可愛い小物入れ でこれはいただいた多分キャンドル入れなんだけど、今私がこっそり集めている猫の毛がいっぱい。そんなとこに溜めてたのか。これとんでもないな。これでいつかセーターを編むという猫の毛が入っています。でここのこっちの角にも本を置いています。でこのカゴもブロカントで買ったカゴ、もはやカゴをどう使うかということで無理やり本を入れたりしています。でこのバニティケースはアンティークショップの裏を通ったらゴミ箱の上に置いてあってあれこれもらって帰れるってやつと思って持って帰ってきました。もちろんしっかりアルコール消毒とかをして、でもすごい便利に、よいしょ、こうやってですね、この中にたくさんエッセンシャルオイルを入れて使っています。こう開けるだけでエッセンシャルオイルの香りがするわ。あ、便利よね。でここにもあるのはブロカントで買った椅子台書と、この間ブロカントで買ったカゴです。でこの入れ物は以前にもご紹介したレフルールお花っていう名前のセレクトショップで買って、今はバジルを入れて育てています。でコーヒーテーブルの下には物が入るので、この中にもまたカゴね、このカゴもブロカントで買って、この中にはお薬入れており、このカゴもブロカントで買って、ここにはお菓子を入れてたり、あとはこっちにもカゴがあって、これはまあなんかこれこのカゴはもう53チームで買ったっていうね、すごい安かった50円。でもこれはなんかいろんなものを入れてます。でこれはこの間やはりブロカントに行った時買ったやつ、ちょっと梅干しを入れるのはもったいないかしらと思って今考え中で、コーヒーテーブルの上にあるこの台もよいしょっと、また飲みの市で買った何だろう、果物入れ的なもので、この缶も飲みの市で買った古い缶、この中にくるみを入れています。でたまに食べる。これはなんか友達からもらったニュージーランドの多分何お土産わかんない。でこれはメジャーです。いろいろいいでしょ、結構使える。でこの絨毯はサンセバスチャン、スペインのサンセバスチャンに行った時すごく素敵な絨毯屋さんがあって、そこで夫のお父さんがお引っ越し祝いにと言って買ってくださいました。すごく質がいいからとても気持ちがいいです。この椅子は本当は子供用の椅子で、サンジャンドリューズという、やっぱりこれもバスク地方に行った時に見つけて、で前に住んでた時がすごい狭かったので一人用のソファーとかが欲しかったけど無理だなと思った時に見つけたので、これは子供用と言いつつ85キロぐらいまでは座れるって言われたから、これは私でも座れるわけです。ほら結構いいんですよこれ。なんでこうやってほらみんなでここでアペロとかする時にも割と使える椅子です。以上で、ここにはテレビがあって、テレビもテレビ台も家具付きなので最初からあったもので、これも飲みの市で買ったミルク缶、古いで、これでお水あげたりするんだけれど、この上の蓋にはフェーブを入れています。フェーブは毎年、1月に食べるケーキ、この中にこのフェーブが入っているんだけど、それを毎年食べるたびにせっせと集めているという。でもなんかこういう可愛いものもあれば育
相当これとか微妙じゃないこれ。何このフェーブみたいな。あとこんなお菓子のとかもあったりして、だいぶ集まってきた。よいしょ。はい、こんな感じ。現在 1,2,3,4,10 個集まってる。で、ここにはこの壁にかかっているのは、珍しく夫が飲みの市ですごい欲しがって買ったカゴバッグなの。昔どういう風に使われてたのかしら。で、この中には本当はドライフラワーとか入れて飾ろうと思ってたんですが、結局私が日本から連れてきたウサギと、それからミスター・ビーンのクマがいます。気球に乗ってるみたいですね。そう、そういう風にしたので、こっちが、ダイニングスペースです。まあダイニングスペースといってもご飯も食べるけど、デスクがないので2人で仕事もしたりしています。で、このテーブルはもちろん家具付きとして付いていました。でもこの椅子はこの間最近買った IKEA の椅子でも、これすごい使いやすくて気に入っています。この2つはじゃーん、夫の作品であります。なんだそのじゃーん。わかんないけどつけてみた。はい、で、リビングからこっちに来るとキッチンになります。キッチンは、まあ、以前にキッチンツアーというのを、でご紹介したので軽くご説明しますが、前回お伝えするの忘れちゃったなと思ったのが、タオル掛けとか、それからこの包丁入れとかはみんな日本から買ってきました。やっぱこういう便利グッズは日本の方がね、いいんですよね。で、ここに関しては、まあ猫のご飯とか、あと調味料とかをいろいろ入れています。で、これが食洗機で、こっちにはまたちっちゃい調味料とかスパイスとか、あとちっちゃいお皿に平皿も入っていて、例えばこれとかすごいよく使っていて、かつすごくいいですねって褒められるんだけれど、これもクレイユエモントローの皿で、これはまず私がロンドンに住んでいた時に、パリに遊びに来たバンブーに行った時に、その日超大雨だったから、もうすっかりやる気をなくしたお店の人が1枚1ユーロで売ってくれたという。でもここちょっと欠けてるから、そういうのもあって安いのかも。で、こっちも素敵なこのお皿はブロカントのプロのお友達から買ってあって、で、これもクレイユエモントロ。このお皿は日本で買うとすごい高いらしい。で、本当に、まあ、フランスでももうなかなか見つからないんだけれど、お友達から買えてラッキーっていうことで。で、こっちにもまたお皿あるよって前もご説明したのですが、よいしょ。例えばこういうスープ皿とか、よいしょ。これはこの間の飲みの市で買ったやつでしょ。で、これもディゴワンサルグミンの、このお皿も1枚だけだったからすごい安く買った。で、このあたりもみんなそんな感じで、やっぱスープ皿使いやすいので欲しくなっちゃうんだけれど、これはね、なんかロンギーだそうです。よいしょ。と、これは2枚、これもサルグミンだね。で、この3枚はなので、バンブーで買ったやつなんだけれど、こんな感じで、なんかワンセットで同じお皿を買うよりも、私はいろんなお皿を組み合わせて使ったりする方がカラフル で楽しいし、あとなんかまあ自分が好きなものは結局最終的には統一感が取れてくる気がするから、まあどんな組み合わせになってもいいかなと思って一枚一枚でも買い集めてます。まあそんな感じでですね、まだいっぱいお皿はあるんだけれども、ちょっと紹介しきれないので、まあご要望があればお皿はお皿で別に紹介したいなと思ったりしています。で、ここに冷蔵庫があって、この上にレンジがあるけれど、まあレンジはあんまり大したことかな
で、なんかここ冷蔵庫の脇なんですが、ここはいろいろマグネットを駆使してですね、これは無印のマグネットとかだけど、この、鍋敷とか、この、クリステルのお鍋の取っ手とか、計量スプーンとか、ここには、野菜の保存袋を入れたり、鍋つかみとかエプロンとかはここに干してたり、あとこの奥にはちっちゃいなんかお皿を置けなくてガラスとかを洗うブラシとかもあったりしています。で、ここがお手洗いを紹介するのもなんですが、よいしょ、電気をつけますよ。トイレはこんな感じ、まあ普通のトイレですが、ここのポイントはですね、もともとはこの白い壁にではなく、このドアの黄色だと、全面全面黄色で、ヒエーっていう黄色のトイレだったんだけれど、ここを全部夫が白く塗ってくれました。で、猫のトイレが2つあるから、みんな友達が来ると、え、猫と人間のトイレが一緒なんですねって言われます。この鏡はまたこのレフルール、お花って名前のお店で買って、で、このタオル掛けは森で拾ってきた枝をタオル掛けにしました。はい、で、ここはですね、玄関かつ廊下であります。まあ、ここからビューって入ってきたら、もうすぐに玄関っていうか廊下なので、せめて何か置こうということで、なんていうの、これテーブルじゃないんだけど、ここは、これはネットで買ったもので、も この幅がそんなに大きくないから、使いやすくて、かつこの中には引き出しになってるから、鍵とかを入れられて便利です。で、これはまたブロカントで買った絵を額装してもらったもの。この色の感じが私がすごい好きな紫とかモーブっぽくて気に入っています。この花瓶もレフルールで買ったもの。これとこれは両方ともレフルールで買っていて、まあ、どんだけあの店が好きなんだって感じですが、まあ、いっぱい買っています。で、本当だったらこっちの花瓶には生のお花を入れたいんだけれど、今マルシェがすごい大行列で、かつお花屋さんもないっぽいので、ドライのアジサイを入れています。で、あとこの辺りはまたキャンドルがあったり、このキャンドルホルダーも飲みの市で買ったもので、これは夫のカメラです。で、これも、あ、そう、これもレフルールで買ったちっちゃい花瓶。ここにアイビーを水耕栽培しています。で、この入れ物もやっぱり飲みの市で買ったもので、足元にはこれもやっぱりブロカントで買ったカゴ、これはスリッパ入れにしていて、このカゴもやっぱりレフルールで買った。で、これは傘とかが入っています。で、これが、玄関の上にあるシャンデリア、これも飲みの市で買ったものです。これはリビングにもあるシャンデリアと2つ一緒に買ったというので、少し安くしてもらった記憶です。廊下にはこの棚があってですね、ちょっとお恥ずかしい感じですが、食材とあとちょっとだけお皿入れになっています。もうすごいいっぱい食材があるよねっていうレベルになっているし、なんか箱とかに入れちゃってるから恥ずかしいんですが、まあ、なんか乾物とかパスタとか豆とかお茶類いろいろとか、お皿でしょ。この辺はいろんな缶詰とか瓶詰とか、まあ保存が効くもので、下にもいろいろあって、お米があったり、空の瓶があったり、あとちょっと大根のお醤油とかお酢とかいろいろあります。はい、で、こちらがベッドルーム寝室になります。まあ、あんまり大して説明することがここにはないけれど、まあ、ベッドの、上にある
絵は夫のお友達の方からいただいたということでここに飾っています。でそれからその両サイドにあるライトはこれも風水でベッドサイドに明かりがあるのがいいよっていうことだったので、これはでもベアシュベイで買ったライトですがつけてます。でこの辺りのクッションはまたこれもマジュラでしょ、これもマジュラ、これはなんか前どっか日本にいた時買ったもので、このベッド系のリネンは大概ザラホームで買ってます。結構安いけど可愛いからよし。でこのベッドカバーってほどじゃないんですが、これはモロッコに行った時にやっぱりこの紫の感じがすごい好きで買ってきたんですけれど、ちょっとなんか猫が引っかくのでボロボロしてきちゃったからまたモロッコに行って買いたいなと思っています。でこのブルーの丸い絨毯もやっぱり風水で、ここになんか青い丸い絨毯があるといいよって言われたので、無理やりネットで一生懸命探して買いました。なかなか青で丸い絨毯ってないんですよ。ここがバスルーム。なんかすごい日本的に考えると寝室の奥にあって、かつ換気扇もないお風呂がこんなとこにあるのはすごい不思議なんですが、こっちは乾燥しているのでお風呂に入っても全然大丈夫な感じです。でこれが洗濯機でしょ。で洗濯機の上のこの顔の中には結構な数の香水が、これはちょっと私の職業柄って感じですが、いろいろ香水があって、例えばおこれ一番気に入ってたエルメス、一番っていうか 一番ぐらいに気に入ってたエルメスの香水はもうない、なくなっちゃったから、詰め替えがあるらしいから買いたいなと思っています。あとは他にも、例えばこれトム・フォードのサンタルブラッシュも大好きで、これはもう2本目なのにもうちょっとしかない。でここは洗面台ですね。あ、このこれも蚤の市で買った容器だけど、この中にコットンとか綿棒を入れています。でこれはまあゲランの香水だけど瓶が可愛いから置いている。この石鹸入れはザラホームで買いました。でそれからこの中に、タオルとか化粧品とかが入ってたりしていて、お風呂が、まあ、お風呂日本とは違ってお風呂バスタブがあって、それ以外のものがないので、ここに、シャンプーとか洗顔料とかそういうのを入れています。でこの缶も、プロカントで買った缶で、この椅子も古いやつ、これの上に乗せてお風呂に入るものを集めてます。はい、ということで、ルームツアーをトライしてみましたが、いかがでしたでしょうか。ちょっと全部を説明しきれてないなと思うんですが、もしこの辺が分かんなかったよとか、これ何だったのっていうものがあればコメント欄に書いていただければお答えするようにします。ではでは、また次回にお会いできたらと思います。ゴロゴロキッチンでした。